やばい。たくさん食べた。眠い。覚えることあるから頑張らないとな。今日もお舞台ありがとうございました。2回さ、2回公演さ、ずっと続いてたんだけどさ、喉大丈夫だった？なんかさ、私に喉をセーブしたくなくて、なんかやっぱその日の全力を出し切りたいのね。なんかどんなに体調っていうか今日の出せるパワーは絶対出し切りたいと思ってて、2回って分かってるけど、1回がもうその人の人生の一度きりだし、舞台上では。公演回数はたくさんあるけど、なんかさ、声が心配って思われてるのかなみたいな感じ思われてる、人もいるかもしれないけど、私は、後悔したくないのね、お芝居で。どんなに声が枯れても、まだ大丈夫だけどね。枯れてても全力を出し切ろうって思う。でもね、今日のお昼はね、お昼かな？なんか今日はすごい調子良かったです。なんだろう、感覚的にかわかんないけど、今日は体がなんか結構出た気がする。なんかこう動きやすかった。できたからかな、わかんない、どうなんだろう。明日休めるので休みたいと思います。事務所移籍しないの？ああ、いつかしたいですね。これはね、目標だね。目標だよ。でも絶対自分とにご縁のある場所があると信じて頑張っていくよ。27、28見に行くよ。ありがとう。水族館ありがとう。私も信じてる。水族館ありがとう。さっき香織ちゃんの書類見てきた。ゆかるん先生の話題で。打ち切りだったよ。本当に？ありがとうございます。香織ちゃんね、本当に。この舞台期間でめっちゃ仲良くなった。やっぱ舞台に強いところ希望？
そうだね。舞台、でもやっぱり舞台で回数重ねてきて、自分の感情の出し方だったりとか、世界観、なんだろう。最初は全然できなかったし。だからまあそうだね。強いところ。でもなんかちゃんと見てもらえるところがいいなって思ってる。うん。映像もね、やりたいな。俺公演見に行ったけど、本格的すぎて感動しました。ありがとう。でも、さあ、今年は本当にいろんな劇団さんから声をかけていただくことがあって。あれ、まじまりで4本目だっけ、今年。ね、そうだよね。まだ下半期、下半期始まったばっかりだもんね。てかもう途中かまだ。真面目で4本目か。うん。本当にこの今年はね、いろんな劇団さんの、うん、エースカさんもそうだし。うん。すごい楽しいです。いろんな人に見てもらって認めてもらえてるってことだね。ありがとう。あざがなんか赤くな、なんか昨日よりも色が濃くなってきた気がする。ね、痛い。せいちゃんのラジオ占い当たってるね。そうですね。でもなんだっけ、9月後半になんか楽しみにしていたことがなんだっけなくなるみたいな、なんかなんだっけな、なんだっけ計画し、なんだっけな、なんかそういうのがあったよね。呼んでもらえるってすごいこと。あ、それだけユカルンが必欲しいとされてるってこと。うん。あ、ゼロになるか。なんかそういうのあったよね。でもなんか、占いが当たりすぎてなんか、偶然なのかあれなのかわかんないけど。うん。今日昼公演に参加しました。 AKB のイベント初参加でしたが、とても楽しかったです。ありがとうございます。ショールームも遊びに来てくれてめっちゃ嬉しいです。私のこともしてくれてありがとう。眠そうだよね、顔が。そういえば帰ってきてね、カルビとウインナーとカップヌードル食べた。やばすぎ。やばすぎ。みんなやばすぎってコメントして。やばすぎって。
ぎーって。それはやばすぎー。じゃあなんか今日はお腹が空きすぎて、もうなんかね、食べたくなっちゃった。明日休みだし。うん。完成。弁当、お弁当も完食したもん。うん。じゃあ、13時公演って微妙な時間なんですよ。お昼ご飯を食べてから3やるか、食べ終わってから、公演終わってからご飯を食べるかっていうね。そう。で、私は、やっぱ、満腹なままで舞台出たくないし。うん。でも家では朝いっぱい食べてきて、そのまま舞台本番迎えようと思うんだけどね。今日はもうお腹がずっと空いてて、チョコ食べて本番やしました。13時公演は。で、終わってお弁当を食べました。うん。うん。完食。と今日はね、チョコラ BB のね、ハイパーを飲んだの。これぐらいの瓶のね、うん。結構いっぱいあるよね、シリーズ、チョコラ BB。あれの通常の一個上のね、レベルのものを飲んだの。そのおかげかもしれない、今日頑張れたのは。でもね、今日ね、それ以上のものが売ってあったの。ハイパーと、なんだっけ。もう一個ね、もう一個レベル高いのあったの。値段が500円ぐらいかな。400、500円ぐらいかな。私のは200円、300円ぐらいだったんだけど。ハイパーの上があったのよ。ハイパーの上なんだっけな、名前。うん。なんかその一番、高いレベルのものがめっちゃ気になっちゃって買おうか迷ったんだけど、まあでもそうだね、あんまりそういうものに頼むたたうんあのね飲まずに頑張っていきたいなと思うんですけど。じゃあなんか本当に朝起きてご飯食べて、まあ移動してコンビニ入って気づいたら目の前にエナジードリンクがあるみたいな。エナジードリンクも必要としてる自分がいるんですよ。ごめん。そうなの。あとやっぱりさ、肌も調子結構悪くなってきちゃったから、まあ、こういうドリンクをね、飲んで。うん。うん。肌綺麗じゃん。ありがとう。こことここにね、ニキビできたんだけど、ちょっとね、いい感じに、まあ、治りつつ、乗ってきてたよ。来ました。かっこよかったよ。ありがとう！星になってる。なんだろう。舞台？ハイエナ？お肌ツヤツヤよね。嬉しい。ありがとう。でも明日は家族でお出かけ。ちょっと早めに寝る今日も、うん。大事な休日。でもお仕事もあるか。頑張る。
ハイエナが欲しいになった。うん。ありがとう。声聞き取りやすいです。ありがとう。体を大切に。ありがとう。眉毛細くなったよな。うん、細くしてくださいって頼んだ。でもなんか太さは多分このまんまキープしてくれてて、ここの先だけ細くしてもらった。いい感じだよね。28日はきっとゆかのおじさんいっぱいいるのを死んで出る。ライブの時に楽しみにしてるね。カメラも楽しみにしてます。もう本当にね、いろんなキャストの方、いろんなねメンバーキャストがいる中で私はこう撮ってくれたりとか嬉しいなって思いながら SNS 見てますよ。皆さんありがとうございます。誕生日当日にみんなに会えるのってさ、久しぶりだよね。なんか前に、あ、違う、なんかバースイベントとかもそうだし、あと劇場公演とかもね、当日あったよね。生誕祭はなかったけど、久しぶりだよね。ちょっとしかもね、舞台で迎えられて嬉しい。でもね、28日にみんな来るのかなって思ってたんだけど、なんか本当に今日もいたし、ゆかるおじさん嬉しいって思いながら、はい、ありがとうございます。本当にありがとう。今日も言ったけど28も行きます。会えてない、会えない人もいることを忘れないでね。うん、配信待ってるね。配信も見れるよ。でもこのね、大変な時にみんながこうやって、まあ、スタッフさんもそうですけど対策などをしてくださって、ファンの方もすごいね、皆さん来てくださって、本当にそれが目に見えてとても嬉しく思います。本当に、うん、うん、いやーもう何ですか、うちは在庫少ないんじゃないですかわかんないけど、だって完売すごく早いよ。みんな完売してるよ。すごい。じゃあ何個あるんだろうって思う。うん。何枚売ってるんだろうね。めっちゃ少ないよ。だって。
それか手作りのハイエナうちわとか、ドラゴンハイエナうちわとか。2個ってマジ無理。私は分かんない、どうなんだろう、私そういうこと聞いたことないから分からないんだけど、分かんない、なんかそういう情報って本当なの？販売数を聞くの？私が。確認しといて、あ、確保しといて。手作りも嬉しいよ。でもほんと見やすい。客席の、そう、皆さんのグッズとか、見やすいの。すごく見やすいです。照明も綺麗にこう、座席をこう、照らしてくれて、なんだろう。光をね。そう、だから皆さんの顔だったり、わかるよ。あと5分？ちょっと会場で何言おうか考えとこう。次の舞台は、ちゃちゃちゃ、あさってからですね、マジ無理。1回がずーっと続いて。トム出るね、だねー。配信の声聞くと舞台と同じ人だと思えん。わら。そうだよね。舞台上でこんな高く話してないし、でもなんか出しやすい声っていうか、だね、低い方が多分。ギャップ萌え、ありがとう。ギャップ萌えしてね。お話し会は低い声リクエストが多いか、と。嬉しい。え、低い声の方が好き？サーキット場です、今日も。低い声も好き。嬉しい。声って、声をほん、な、声好きって言ってもらえるの嬉しいね。声はもう生まれ持ったものだからね。あと、そういえば今日レイちゃんに動画撮ってもらったの。じゃあ撮られてたんだけど、なんか自分で発信できそうと思った。その動画ちょっと保存したので。いつかあげます。
はい。それでは、あと2分かな。うん。見たい。待ってて。おやすみ。またね。ごめんなさい、前髪が長すぎてすごい触ってしまいました。皆さん、今日も見に来てくださってありがとうございました。また、お会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。またね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。長い時かな、長い日かな。バイバイ。